こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで、初めに動画にも出てたと思うんですけど、タイガーエクスプローラーに、ハンドルのところにヘラーソケットが、電源が、初期装備されてるんですけど、トライアンフに限らず、外車やったら結構特有らしいんですけど、このヘラーソケットが常時電源なんですよね。常時電源っていうと、キーオフでもエンジンかかってない状態でも通電しているっていう、そういう状態なんですけど、これに関してはちょっと使い勝手が悪いなっていうふうに思ってたので、あのキーと連動させるような、カスタムをしたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。と言っても、常時電源でも別に、悪くないっちゃ悪くないんですけどね。前乗ってた FZ1 の USB 電源なんかは常時電源やったので、そこまで使い勝手が悪くはないんですけど、今使ってるヘラーソケットを USB に変換する、カスタム用品が、大体どれもライトがついてしまってて、だから通電してるとライトが光ってしまうんですよ。で、LED の、消費量的にはそんなに大きくないとは思うんですけど、乗ってない間に、乗ってないって普通にバイク乗る予定がない日とかに、その USB 部分の LED ライトがずっと光ってるってのも、光ってるってことはある程度電力も消費するわけなんで、ちょっと精神衛生上よろしくないなということで、キー連動することができたら楽やなというのは思ってたんですよね。で、あとは、今は2口のソケットを使ってるんですけど、キー連動にすることができたら、タンクバッグの中に、長期の旅行とかだったらモバイルバッテリーが充電できると、走行中に充電できると結構楽なんですけど、 USB 電源とモバイルバッテリー、タンクバッグの中に、ケーブルを通してモバイルバッテリーを差しっぱなしで放置しておけるっていうのはすごい個人的には、便利やなっていうふうに思ったので、そういうそこら辺の目的も兼ねて、今回カスタムしてみたっていう次第になります。常時通電やとやっぱり使ってない時に毎回ケーブル外さないとダメですからね。といってもそんな数分とか差してて、バッテリーがすぐ上がってしまうとかそういうことはないと思うんですけど、気持ちの問題ですよね、結局は。気持ちの問題が大きいんですけど、今回ちょっといろいろ経緯があってカスタムする機会があったので、カスタムしてみましたというふうな感じになります。で、早速ですけど、手順とかを紹介していきたいと思います。で、途中タイガーへの外装を、サイドカウルとかを外す部分があるんですけど、それに関してはちょっとこの動画ではあんまり軽くは取り扱わなくて、というのも、別動画でまた撮ろうかなっていうふうに思います。カウルの外す手順とかは、でも一応そのタンクを下ろしたりそういう作業は必要ないので、そんなにカスタムとしては、手間はかからないかなっていうふうに思います。一部その電光ペンチを使って擬宝子端子というか、平型端子を取り付ける作業があるので、ちょっと難しそうやなって思う場合には、やめといた方がいいかもしれないですけど、とりあえず紹介していきたいと思います。で、写真に出てるのは、これ、タイガーのハンドル周りの分なんですけど、ここの、ヘラーソケットがあるんですけど、ここの部分に関しては、ここの2つのボルトを外ってしまったら、こんな感じに取れてしまうっていう風な感じになってます。で、このヘラーソケットには、このハンドルの下の部分からこういう風に、T 型のカプラーが伸びてて、これに接続されて、電源が来てるっていう風な感じになります。ですから、ここまで、ケーブルを通して、ACC 連動のケーブルを通してあげた、通して、これに接続してあげたら、もうそれでキー連動にすることができるっていう風な感じになります。当初は一応この、電源ケーブルが来てることは明白やったんで、こちらをちょっと配線変えるなりして、そういうキー連動にできたらいいなとは思ってたんですけど、結構なんていうんですかね、いきなりピョイって出てきてしまってて、配線いじるのもちょっと危ないなっていうふうに思ったんで、普通にケーブルを通して
まあ、ACC 連動にしたっていう風な形になります。で、このもともとあったカプラーに関してはもう一応使う予定はないので、まあ、そのままでもよかったんですけど、まあ、一応、まあ、防水処理というか、まあ、一応テープでぐるぐるに巻いて、まあ、こういった処理をしています。で、今回は、まあ、ケーブルをこういうのを使ったんですけど、まあ、ケーブルはまあ何でもいいかなっていうふうに思います。まあ、一応使用可能電力が、まあ、DC12V80W 以下ってなってるんですけど、まあ、対応してるのがいいのかなっていうふうに思います。で、プラスとマイナスが2つあるので、まあ、ダブルコードがおすすめかなっていうふうに思いますね。で、エンジン付近に、まあ、配線するので、まあ、温度の許容範囲もある程度は高いといいかもしれないですけど、まあ何でも大丈夫とは大丈夫と思います。で、いきなりもケーブルの配線作業になってるんですけど、もう何て言うんですかね、このタンクの入り口のとこから裏をケーブルを通して、まあこっちのバッテリー付近まで持ってきてあげるっていう風な感じになりますね。で、一応こうこんな感じに通してます。イメージで言うと、こう中に来て、まあ、ここの内側通す感じで、まあこういう風に配線してるっていう風な形になりますね。で、ちょっと見えるか分かりづらいんですけど、一応タンクの下側はこんな感じになってみます。なっています。で、ここからタンクの、正面のハンドル周りの入り口まで、まあ、空間があるんですけど、まあ、どうケーブルをルーティングするかについては、まあ、ちょっとサイドカウルを実際に外してみて、まあ、いけそうやなっていう風な感じのやつを探っていただければと思います。まあ、今回は右側通してますけど、全然左側でも問題はないと思うので、まあ、それは好みになるかなっていう風に思います。で、ケーブルのまずバッテリー側なんですけど、まあ、こちらは普通のギボシを、まあ、端子をつけて、でもともと D ユニットっていう電装系のカスタム用品を取り付けてたので、まあ、こちらの D ユニットに接続する形で、まあ、電源は取ることにしました。まあ、ACC 連動する方法なんですけど、まあ、これはいくつか方法あると思うので、これは好みにでいいと思います。で、でソケット側なんですけど、まあ、こんな感じに平型の端子を取り付けて、まあ、こちらに差し込むっていう風な形になります。で、一応注意しないといけないのが、まあ、この端子なんですけど、まあ、極性があるので、まあ、極性だけ逆にしないように注意してください。真ん中の方がプラス端子で、まあ、外側の方がマイナス端子っていう風になってます。で、今回はですね、まあ、こちら写真にも出てるんですけど、まあ、このタイガーってもともとオプションで、このリア部分にヘラーソケットをカスタムオプションで取り付けることができるんですよ。で、今回このカスタムも、まあ、ついでにやっとこうかなっていうふうに思ったので、こちらのデイトナーの、まあ、汎用の K18mm の、まあ、ヘラタイプのシガーソケットを購入してたんですけど、まあ、こちらにここ右あるんですけど、まあ、平型端子とこの対応してるカプラーが取り付けられてたので、今回はこちらを利用することにしました。というのも、このリアのオプションのヘラーソケットに関しては、これもともとオプション接続する用の端子がここに用意されてるんですよ。だから、まあ、こちらのカプラーは必要なかったっていうことなので、まあ、こちらを、まあ、利用するっていう風な形になりました。まあ、使わないで捨てちゃうのももったいないので、まあ、それは良かったかなっていう風に思います。で、一応カプラー取り付けたらこんな感じになりました。で、さっきも言いましたけど、極性は真ん中がプラスで、まあ、外側がマイナスっていう風になってます。まあ、一応これでもうキー連動は完了っていう風になります。まあ、というわけで今回は、まあ、タイガーのフロントのヘラーソケットを、まあ、ACC 連動にしたっていう風な紹介になりました。まあ、作業内容としては、まあ、サイドカウルとかの取り外しを自分でできる人、まあ、電装系のちょっと擬保守の取り付けとかできる人であれば、そこまで作業難易度は難しくはないかなっていうふうに思います。で、アドベンチャーバイク、まあ、特にタイガーとかだと結構大きいタンクバッグとかが似合うので、まあ、タンクバッグにモバイルバッテリー忍ばせて、まあ、こちらで、まあ、ケーブルつけっぱなしとかにしとけば、
あの長期ツーリングとかでもすごい便利やなっていうふうに思うので、まあ、こちらのカスタムに関しては、まあ、おすすめかなっていうふうに思います。まあ、参考になれば幸いです。というわけで今回の動画はここら辺で終わります。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。